はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エリキブローグです。運転してます。運転してます。りなは運転してます。今日は何を乗ってますか？レクサスのなんとか。レクサスの RX をお借りして乗ってます。でかい車です。 SUV だね。レクサス初めてなの？運転するのは初めて。いや、トヨタもいい車ですよ。愛知県民なので。まだ言わなきゃいけないってことだな。で、今日はレクサスを借りてどこに行きますか？ドイツのパンニャに行きます。私たちの視聴者におすすめされたドイツのパンニャ。久々だね、ドイツのパンニャさん。前アウディをレンタルした時に、もう何ヶ月ぶりだから、ドイツのパン恋しくなってきたよ。牛王麺のパン屋さんに向かいます。というわけで、まあ今日は快適なクルージングで。おお、何を急ハンドルしてるの？いや、すごい、このレクサスが、こっちの、あの左側に近すぎると、これがブッ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 。おお、そうなんだ。運転支援がついてんだね。レナが事故できないようになってるじゃん。いや、私は事故しようとしないよ。してた？レナ運転初心者とは言いつつ、いろんな車乗ってるね。すごいよ。スーパーカーいろいろ乗ってるよ。そうだよ。GTR となかなかないよ。R8 と I8 と。どうですか、レクサスの乗り心地は？乗りやすい。乗りやすい。急な加速とかもないし。そう。というわけで高速道路を降りて、こっから下道かな。まあ、GTR の時に下道走ったけど。うん。すごい緊張してたよ。そう。肩ガチガチになってたよ。もう高速道路降りた瞬間、一気に山道というか田舎道というか、一気に風景が変わったね。空気が綺麗そうな街だね。はい、またすごい細い道に入ってきました。私道間違えたな。もう3発連続で間違えてます。違う、これ俺がやったらどうなるか分かる？皆さん、だから怒られるよ。だからタカが、俺はめちゃくちゃ怒られるよ。運転するのが下手だから。違うよ、私の運転のあれのせいじゃないよ。俺が右ですよって言ったのに、レナが全然無視してまっすぐ走ってます。だからタカが2回目も間違えました。違うよ。3回目も間違えました。違うよ。沖縄を思い出してください。違う、俺は怒られました。レナは横でブチ切れてまして、喋らせて。事前に 300m 前に右だよって言ってたわ。で、 100m 前、その 20m 前、ここだよって言わせてくれないと。そんなリマインド機能はありません、私に。いつもこんな感じで喧嘩しております。すっごい細い道に入ってきたので運転交代します。違います。はい、というわけで運転手交代しました。ちなみに私カイエンを下道で走ってないけど、カイエンと比較すると、ただなんか乗り心地的にはカイエンの方がこうどしびた、なんか安定感がよりある。なんかこの車なんかずっとこうふわ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 してる感じがする。道間違えてるかもしれない。あらら、レナさん。いや大丈夫、まださっき人のことをものすごく、はい、ナビが下手くそ、指示が下手くそ、いろいろ言ってましたけど、やっぱり自分もそうですよね。だから撮りながらのが難しいよね。結局レナさんはナビも下手くそだし運転も下手くそということでよろしいですか？おい。はい、というわけでレナさん自分で言ってください。タカが道を間違えた。告白してください。タカが道を間違えた。動画も何も撮ってない状況でレナが道を間違えました。レナさんは俺のことを金輪際怒れないということが分かりました。ちょっと加速してみましょうか。ああ、そういうこと。 OK。スムーズだね。スムーズ。やっぱ加速感は断然カイエンの方がすごいね。あれ、アメ車もそうだったね。おバーンって。ハマロもすごかったね。後ろで花火打ち上げてるみたいな。ババ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 ってなってた。そう、街乗りだけだったら K でいいよ。イエス。これぐらいのゆったりとした広さも必要だし、あ K も広いよ。あとこれより全然見やすいよ。
燃費も軽がいいしね。はい、決定。軽を買います。軽はいりません。他の車もいりません。あ、ごめん。あれれれれ。あれれれ、あれれれ。おい、着きませんよ、パン屋さんに。すごい遠回りしてるよ、今日。No、全く遠回りしてないよ。大丈夫、大丈夫。あれじゃない？すげえおしゃれだよ、あれだったら。おー、いや、うん、それだよ。めちゃくちゃおしゃれじゃん。あー、すご。何もないの、周りは。うわ、ほんとにおしゃれ。はい。はい、というわけで着いたので、行ってきます。ランドブロート の、 あの後ろにある4分の1とファインシュメッカーとカルトッペル、これも1つ買った。きれきましたね。めちゃめちゃうまそう。これのプレゼンテーション、色付けとかもすごい。これはなんか手で食べようかな。うん、うまっ。めちゃめちゃ美味しい。うん、半分ずつシェアしようかなって言うんだけど、これめちゃめちゃうまいよ。いや、こっちもうまいよ。高いのはでしょ。わかんない。校長、連絡してきてくれた視聴者さんもこの辺に住んでるかもしれない。はい。あんまりローストビーフ食べてないんですけど。どういうこと？半分なくなりましたよ。4枚やこせ。自分のものに集中してください。うまい。こっちはなんかおしゃれなオーガニックの生活をしてる人が綺麗な空気を吸いながら食べるって感じで、こっちはなんか海岸で日に焼けたサーファーの人ががっつり食べるみたいな。それは私の最後の一口だよ。ベッカ街藤村さん、めちゃめちゃおすすめです。ランチもランチめちゃくちゃ美味しい。動画が面白かったならいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。